こちらがですね、静岡鉄道、通称静鉄の鉄、まあ、路線図になるんですけども、うん、はい、皆さん注目していただきたい、ここの赤い部分の駅、あれなんだっけ、わかりますか。いや、あんまり正直静鉄をね、はい、利用してなかったんですよ、昔から、ね、え、あ、もはるさんわかる、わかります、この前歩いたばかりなので。斉藤さんはわからないです。ちょっとどうなってるんですか、斉藤さんは。まずいんじゃないですか。静鉄乗って、乗ってしましたね。そうですね、乗ってましたね、はるか昔かな。これは右から左に抜けてってますね、斉藤さん。じゃあ正解はこちらです。あー、古いっしょ。あー、そうか、聞いたことある、なんか個人的にはね、こうゆかりみたいなものを感じる名前なんですけども、今回はこの古書について取り上げていきたいと思います、うん、はい、今日のテーマはこちらです。たまには降りてみて、静鉄古書駅の駅近グルメ、ご紹介していきます。こちら@Sの特集、駅近グルメ&スポットとコラボしたコーナーになりますので、よろしくお願いします、はい、さあ、ではまずこちら2点ご紹介しますので、こちらになりますね、はい、今日本当に両方とも駅近になります。まず一つ目がサヒル17、うん、そしてもう一つラーメンダイニングワイワイ、二つご紹介していきます。まずはサヒル17です。森田編集長お願いします。はい、こちらサヒル17なんですが、スリランカ出身の店主が作る本場のカレーが絶品のお店なんですね。あの、日本にあるカレー屋さんというと、やっぱどうしても日本人の口に合うように作るところが多いんですが、ここのサヒル17は違うんです。というのも、スリランカの実家から取り寄せる本場のスパイスを使って、うん、たっぷりの野菜をベースにココナッツミルクを合わせている、そんなカレーが特徴なんですね。そして一番人気のあるカレーがこちら、はい、はい、うん、ワンプレートに5種類のカレーが乗ったサジットスペシャル、これ5種類のカレーなんですね。すごい、これチキンカレーと、レンズ豆のカレー、あと季節によって3種類の野菜のカレーが乗ってるんですね、うん、これ昨日僕食べたんですけど、この時は昨日いただきました。あのオクラのカレーと、こちらがキャベツ、そしてこちらが、かぼちゃのカレーですね、あのバターナッツ、かぼちゃのカレーですね。スリランカ料理ってはね、やっぱりお豆が、すごく大事で、実は僕言ってないですけど、スリランカで行われる映画祭の審査員やってるんですよ。そうなんですね。なんでこの前も東京で集まって、でその後スリランカ料理屋さん行ってるんですよ。で、こうやってプレートワンプレートでわーっと置くんですよね。すっごい美味しい。美味しいですよね。あのスリランカカレーというとなんか辛いイメージがあるんですけど、はい、実際食べてみるとそこまで辛くなくて、うん、でも香辛料はしっかり効いていて、でも不思議とあっさりしている、うん、結構パクパクいけちゃう、ね、そんなカレーなんですよね。さあ、このカレーを作ってらっしゃるオーナーシェフの方、うん、やはりご紹介しておきましょう、はい、この方です。お名前、坂本サジットさん。あの、もう日本にいらして21年ということで、もう日本の国籍も取得されています。そして365日連続でカレーを食べたことがある。これだからさすがですよね。食べたくて食べたの か、 なんか記録に挑戦したのか、ね、どっちなんでしょうね。これ食べたくてだと思いますね。普通なんでしょうか、ね、でも本当に主食として愛されてるんでしょうね、そしてロードバイクがご趣味で、自転車チームの仲間たちに振る舞っていたカレーが好評だったのでお店を出店したということなんですね。そういう背景がありました。さあ、続いてラーメンダイニングワイワイ、森田編集長お願いします。はい、こちら、ラーメンダイニングワイワイなんですが、古庄駅から8秒のところにある、トマト麺、専門店なんです、うん、あの、もう本当駅の目の前でして、改札口を出てから、15歩で着きました、ね、森田編集長調べです。はい、で、あの、こちら食べて健康になれるほどのトマトと野菜で作るこだわりのラーメン屋さんなんですが、うん、もうとにかく料理、外観、店内、装飾、すべて女性目線で作られてるんですね。おしゃれですよね。私も行ったことあります、はい、あ、そうですか、はい、なんで古庄の駅忘れたんですか。いや、どうするしかないよ、本当。古庄駅降りて行ったよね。はい、降りて行きました。そしてここに目の前にあったのも思い出しました。よかったです。あの、女性目線で作られてるっていうところ、うん、特にこれ見ていただきたいんですが、うん、こちら、はい、これ店内にあるアメニティなんですが、これだけ用意されているんですね。こんなに用意されているお店、うん、なかなかないですよね。ボディースプレーとかない。ボディースプレー驚きですよね。ないですね。ラーメン食べるから最近ヘアゴムとかね、ラーメン屋さん増えてきてますけどね。
これあのホテルあのクレタケのねアメニティと変わらないですよ。静岡駅前にあるビジネスホテルよりも同じですよこれは。それラーメン屋さんでこれだけ揃えてますからね。はい、もう小峠さん女性も誘いやすいかと思います。本当に誘っちゃおうかなバカ。いい加減にしなさい本当にもう。さあ中でも一番人気のメニューご紹介しましょう。こちらはい。こちらとろーりチーズのトマト麺なるほどなんですが、もうトマトとチーズの相性は抜群ですよね。もう期待を裏切らない味でした。でトマト嫌いの方も食べれるように調理されているということなんですが、実は僕ちょっとトマト苦手なんですよね。でもこれ全て美味しくいただくことができました。それだけ食べやすくて美味しいんです。でなんといってもこれ食べ終わった後にですねライスを入れてリゾット風にすることもできるんです。そうもうねリゾットもリゾット専門店ができるんじゃないかなっていうぐらい美味しかったです、はいはい、あの必ず僕やりたいんですけど、あのラーメンの中に最後ご飯入れると、10歳の娘が嫌な顔します。なんかちょっとそれやっちゃうのねって言ってあーなんか嫌な顔して、美味しいんですよね。これだったらねそんなねこうね後ろめたさも一切なくなって、そう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 美味しく全部いただけそうですから、うん、そうなの、はい、リゾットって言ったらなんかね全家族が丸く収まるリゾットだからってあリゾットねってなんかオッケーになる。そうですね。さあこの素晴らしいお料理を出してくださるオーナーの方もご紹介しておきましょう。こちらの方です。あらかっこいい爽やかな方ですよね。久保田さん、あのワイワイするより一人でいたい派だということなんですね。そしてこっそり憧れている駅が品川駅。これ何ですか品川駅って。古昭駅には後ろめたいんですけども、ビッグステーション、あいやかっこよさ感じてしまうと今再開発してますからね品川駅やったり、死ぬほど土地が高騰してますから ね駅が新しい駅ができるから隣に、ね、今ものすごい盛り上がってますからね、はい、そうなんですよ、はい、そうね、そんな久保田さんから雑学、トマト雑学を教えていただきました。そういうの欲しいのよこちらです。うん、久保田さんが実際に驚いたトマト雑学。ほう、トマトが野菜か果物かで裁判が行われたことがあるそうです。そうなんですよ、ね、時は19世紀末、場所はアメリカ。ほう、判決どちらだと思います。あ、なんかどっちだかというとそれ野菜でしょ。糖分そうなんですよ、野菜として判決が下ったと、うんうん、理由はトマトは菜園で育てられデザートとして出すものではあまりなかったということなんですね。あ、まあ、今ねトマトをデザートにも使う方が多いですから、また今やったらどうかわかんないですね、はい、そしてもう一つ、トマト嫌いなやつ大体次男説。ちょっとあの聞いて言っていいですか、はい、確かこのオーナーさんトマト嫌いですよね。それは初耳です。そんな情報あるんですね。嫌いって言ってましたよ。お二人何ですか、なんでプレゼンしたの。最初から軸がずれてきちゃうの。もう今の二人すごかったですね。死ぬほどね珍しくねこの番組で斉藤さんが優位に立った。あらゆる気分では横の人が優位に立つ。完璧に一本取られましたね。そんな嫌いな次男なのかなと思って。そういう嫌いな方もトマトの専門店麺料理を出すぐらい好きだと。でもなんでトマトが嫌いな人は誰。だいたいですよね、甘やかされてる。甘やかされてるから。え、森田さん次男でした。僕長男です。関係ないじゃない。ただ一昔前のトマトは本当に酸っぱかった。でドロドロしてたからちょっと子供が馴染みなかったけど、今のトマトはもう本当甘いからね。そのね特別なトマト麺料理も味わっていただきたいと思います、はい、ということで今日は古昭近くのグルメご紹介しました。はい、プレゼンの動画もアップしていますので、ぜひこちらの方もご覧になってみてください。はい、